皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんと、です。今日はですね、私の母親に渡るくんが会います。初めて会います。以前聞いた、まさにそのチーズケーキ好きだっていう話聞いてたから、それを一旦差し入れで、ああなるほど、買ってからご挨拶って行こうかなと思ってます。了解です。じゃあ買いましょう。10分で2000個って本当？これ持ってんじゃないの？これ持ってんじゃないですか？ここ1店舗っていう話じゃないでしょ。あ、なるほどね。交換交えてってことでしょ。わーい。少し脈拍上がってます。そんなルフも動画見てるじゃん、うちの母親のこと。まあ確かに見たことあるもんね、どんなイメージ。気さくで話しやすい。あ、ほんと？そういうイメージがうち、あ、そうだね、確かに。仕事終わりで汗臭くないか、大丈夫？あ、大丈夫です。大丈夫です。はい。あと多分10分ぐらいで帰ってくるっていう、さっき LINE 来たんだけど。今何時か？15分。あ、にがちゃん、にがちゃん、にがちゃん、おかえり、おかえり。ただいまー。めっちゃ貧乏け。何？寒かった？寒い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 。あれ、あの、渡る、来てる。あ、そうだったよね。ちょっと待って。どうしよう、めっちゃ恥ずかしいんだけど。なんか気持ち悪いわ、自分でも。なんで立ってんの？え？直立。はじめまして。渡るです。こんばんは。お邪魔してます。なんかね、ちょっと。仕事のお客さんより緊張する。どうぞどうぞ座ってください。はい、じゃあ。はい。はい、失礼します。え、あそこに座るの？なんか飲み物とか出さなくていいかな。甘えちゃうじゃん。え、甘え、甘え。言葉に甘え。わかりました。じゃあ、買った限りでよろしいですか？はい、お願いします。はい。自分、ただ作るだけって。そう、今日は主役はあなたですから。え、座らないの？え、座らないの？じゃあ座る。はい。すいません、ちょっと後出しになっちゃいます。チーズケーキ。ああ、もしかしてそこの？そうです。あ、はい、あ、これ食べてみたかった。喜んでた。正解じゃないですか。大成功じゃないですか。まあ、事前にね、情報をくれてたから。これが幻のチーズケーキ。何が幻なんだろう。すごいとろけるみたいな。いや、外見でわかんないでしょ。わかんない。なんだろうね。もっと違う設定で。何何？めっちゃ外れてるじゃん。違う設定で。改めてよろしくお願いします。大学時代からの友達って知ってる？そのうちの男時代から見てる。なんか聞いた。そうですね、20歳か21とかそのぐらいの時に。あ、そうなんですね。カラオケ行ってましたでしょ。そう言ってた。え、だってしばらく会ってないですよね。普通なんで再会したのはどうやって？今年の頭ぐらいに、ちょいちょい連絡、また、なんか久しぶりだね。あ、東京に来たんだ、みたいな。上京してきたんだね、みたいな。そっからね、連絡取り合うようになって。で、いつの間にか。そう。しかもうちが YouTuber やってること知らなかったんだよね、もともと。まあいろいろありまして。この度、付き合うことになりました。2ヶ月目。よかったね。まあまあまあ、どう思ってる？
正直 YouTuber っていうその不安定な仕事プラス元男の子みたいなさ、いろいろそこなんだよね。あ、そっちか YouTuber よりそっち。そう、この子のことちゃんと全部受け止めてくれてるかの心配、もうそこが心配。その生まれながらの女性とかとやっぱりさ、ここで付き合うと、なんかいろいろギャップが、それは、ね、そうだよね。一言でじゃあ全部支えますっていうのは多分違うなと思ってて、今のタイミングで言うとそれはちょっと信頼に欠けるかなって、改めて、その今の自分の心境を、元男の子と付き合った心境をうちの母親に、話していただければ嬉しいですね。めっちゃ自分が硬いじゃん。なんかちょっとね、分かんなくなってきた。この動画の趣旨が分かんなくなってきた。真面目で言った方がいいのかなみたいな。俺のスーツかじってるけど、ちょっと、チョコちゃん？元男の子っていう概念が僕のもう頭の中にないんですよ。っていうのが、ちょうどその二十歳から、今もう今年27になってから、空白の期間が結構割とあったんですよ。うんうん、そうだよね、大学卒業後の。うん、なんでその期間があったがゆえに、男性から女性に切り替わった青木かのんさんっていうのが自分の中になくて、もう女性のイメージ。ああ、そうなんだ。なんですよ。一番最後に会ったのが男の姿じゃないですか、うん、そうですね、その再会した時にもうこういう感じじゃないですか、うん、その時はどう思いました？でも全く別人だなと思って、なんかすごい愛の手入れてくれてるね。女性として YouTuber っていう活躍をしてたっても知らなかったんで、全部お話聞いて、なんか尊敬できる点もあって、全然やっぱさ、ダブルリスキーだとうちも思うのね、あの、元男の子ってありがたいことに一部の方には知ってもらえてるわけじゃん、その元男の子と付き合っている人間っていう、まあ要はちょっと変わった見方したら、渡るまでなんか変わり者だと見られてしまうっていうか、そう、渡るも今さ、友達からなんか、カノンちゃんと付き合ってるんだっていう視聴者さんがいるんだよね、友達に。LINE とか来たりとか、なんか友達として分かってくださってる人、そうですね、そういう友人が、いや、ありがたいよね、本当に、そこが大事ですよね、やっぱ不安なんだよね、そこが渡るの人生をなんか悪い方向に持っていかないかが不安、そこだけないであればありがたいかな、なんかそこは前の動画でも言ったけど、あんまりそう周りの目っていうのは気にしてないの、すごいよね、2人がこう、ね、あれなんか分かりませんけど、ね、ちゃんと、支えていただいて、いや、うちも支えるよ、任せてゴリゴリそう、ゴリゴリうちの昔の写真見たでしょ、あのゴリゴリ時代の、まあ、強かった自分でも言ってたし、渡るより強いかもよ、俺より腕回りとか肩回りは絶対強いでしょ、あのタイムスリップして目の前に現れてやろうか。まあママ安心したってことですか。よかったです。ね、あのすごいいい人だし、いや本当にあの日々学ばさせていただいてます。生き方とか。そんな大層なこと言うの。結構幼いところがあるので。ああ、まあ確かに。いやないでしょ。まあ、さっき。渡るくんも、あの、差し入れ入れたように、私も今日持ってきたんですよ、ママに。こちらです。何？お！すごい！何これ？あ、これは YouTuber の青木かのんさんが初めて発売したオリジナル T シャツのブラックバージョンですね。いいですね。これどこで買えるの？これは画面の下の販売リンクから買えるみたいだよ。ちゃっかり宣伝していくスタイル。なんですけども、こんな感じでちょっとカメラトラブルがあって申し訳ございませんでした、まあ、これから人として素敵に生きていけるように頑張りますので、皆さん今後とも応援よろしくお願いします。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、画面の下からフォローしてねー、してください。また次の動画でお会いしましょう。